そんな塩引き鮭が吊るされた圧巻の光景をこちらの建物の中で見ることができます。御所吉川。米問屋として創業し、戦後から鮭の加工業として商いを続けてきた老舗です。有形文化財にも指定されている築140年の伝統的な建物、その中に塩引き鮭がおよそ1000本吊り下げられており、無料で見学することができます。鮭の吊るし方は多くの地方が頭を上にするのとは異なり、頭を下にして吊るします。武家屋敷が軒を連ねる城下町村上では、頭を上にして吊るすことが首吊りを連想させるものと忌み嫌われたからだと言われています。実際どのようにして塩引き鮭が作られるのでしょうか。この地で古くから塩引き鮭を作り続けてきた越後村上大屋の工場にお邪魔しました。お母さん、今ちょうど何をされてるんですか。これね、これが塩引きになるんです。塩引き鮭の工程は内臓を取り出し体を洗う作業から始まります。使うのは厳選されたお酢のみ、大柄で身が厚く、さらに卵に栄養を取られたメスに比べ美味しい塩引き鮭を作ることができるのです。次にエラや腹の中までまんべんなく大量の塩をすり込みます。そしておよそ1週間塩漬けした後、半日ほど水の中に入れ塩抜きをします。最後に寒風のもと1週間から2週間程度干せば塩引き鮭の完成です。これが干し場になりますね。うわーすごい、たくさんの、あ、もう入った瞬間匂いが、いい香りがしますね。うん、へー。塩引き鮭を作る上で欠かせない条件があります。それが通気性です。そのため干し場の天井は吹き抜けになっています。今ここに立っているといろんなところから風が吹いてきてるんですが、ですね、この風も大切ですか。はい、これが大切なんです。村上ならではの風なんです。これと言いますと、海も近いし、ね、山もあるでしょ。それにぶつかって二表側の川も通ってきますでしょ。はい、そうすると湿気もそれと一緒に運んでくる。日本海の塩気と三表川の湿気を含んだ風でゆっくりと乾燥させることにより、旨味が熟成され独特の風味が生み出されるのです。さらに塩引き鮭がこの土地だからこそ作られる理由が他にもあります。はあ、そしてどうですか、新潟は非常に冬、はい、冷たいと思うんですが、それもこの鮭にとっては、はい、最高なんです。最高です。最高なんですか。はい、村上では干した鮭が凍りつくまで気温が下がらず、長く冷蔵状態が保たれます。一晩で、じゃあもう全ての条件が村上に合ってると。
ということですね。まさに塩引き鮭は村上独自の気候風土があったからこそ生まれたのです。先ほど多彩な鮭料理を振る舞ってくれた佐藤さんが塩引き鮭を使った料理を作ってくれました。塩引き鮭を一番おいしく食べる方法はそのまま焼いて食べること。熟成された旨味が詰まった一品です。あ、思ったよりも身も硬くないですね。そうですね。で、ある程度美味しくなるぐらいの塩分まで水出しして、それから干してますので、そんなに食べてもしょっぱくはないと思います。いただきます。はい、どうぞ。どうですか。おいしい。この何ですか、絶妙な塩加減は。そうですね。食べてる中にもね、塩引き鮭のこう旨味と、あとはまあちょうどいい塩分。いや、これ、はい、噛めば噛むほど味が出てくる。肉汁じゃないですけど。はい、酒汁がすごい広がってきますね。